西島 VS 日向、目でわかる、俺に来る。あの時確かに白鳥沢には勝ったけど、結局牛島は止めれなかった。さらに成長した牛島のスパイクをなんとか上げる日向。もう読者も知ってる、上がったのはまぐれじゃない。決めれなかった牛島と綺麗に上げれなかった日向、互いに満足しなさそう。再び訪れる機会、スパイカーからの圧。プロになってまでこう思うのはもしかしたら幼稚かもしれない。それでも言いたい、お前を叩き潰したい。押しつぶされそうなさっきでも大丈夫、日向は教えてもらったから。昔恩師が教えてくれたから、近道なんてない。小さいからこそ一歩ずつ、陶器に行くには必ず近きよりする。ビーチで培ったバランス、今の日向は倒れない、膝をつかないレシーブ。呼ばれなかった1年生合宿、ビーチの修行、敗北、全てがバレーボール。俺たちはきっとこれから何でもできる。この背中を見てるとそう思わされる。